世界新体操クラブ選手権は日本の東京体育館で開催される新体操の国際大会である。日本新体操連盟主催、国際体操連盟、日本体操協会協会、イオン特別協賛で行われる。カップタイトルはイオンカップ。新体操の初位、クラブ世界チャンピオンを決定する大会である。また、 世界唯一の世界ジュニアチャンピオンを決定する大会であり、かつ大会の一部にトーナメント方式を採用しており、世界選手権、欧州選手権と並ぶ世界三大選手権の一つとされる。1994年に第1回大会を開催して以来、毎年10月に開催された。だが、2009年大会は中止。 第16回は2010年に開催される。大会は15カ国、地域より16クラブが参加。各、クラブチームより、シニア選手2名とジュニア選手1名の合計3名が、出場。クラブ対抗では、選手3名の合計得点を、クラブ得点として、予選でのクラブ得点上位6クラブが、ノックアウト方式のトーナメントを勝ち上がり、クラブ世界1を争う。 また、同時に、個人特典より、シニア個人総合、ジュニア個人総合の順位も決定する。シニア・ジュニア2007年までは日本テレビ放送網で放送されていたが、2008年大会は、フジテレビが、フィグ主催国際大会放映権を獲得した、関係もあり、世界クラブ選手権の放映権も同局に移動した。しかし、2010年から2012年までは、 テレビ朝日に再び移動した。以降2013年から2016年までは富士テレビで2017年からはテレビ朝日で放送されている。2017年からはテレビ朝日系列で録画放送されているが放送日、放送時間は地域により異なっている。ありがとうございます。